ボンジョー、皆さん、寂しい思いされてませんでしたか？お久しぶりでございます。今回はニューカレドニア編ヌメアについてお伝えしてまいります。前回まではイルデパン島にいました。綺麗な海を見たり、プールで水遊びをしたり、楽しい日々を過ごした後、またまた飛行機に乗ってヌメアへ戻ってまいりました。ヌメアでもル・メリディアンというホテルに泊まりました。こちらのホテルがまたすごくいいホテルでした。ベランダもありますね。テンション上がっております。そしてまあこの日は疲れたので、簡単に言うとほぼ何もせず寝てしまいました。翌日、2019年12月28日、あいにくの天気だったのですが、自転車に乗ってまずはお昼ご飯を食べに行きます。風情のある屋根の形ですね。今爆弾を食べております。ショコラリリリなんとかみたいなやつでした。自家製のホイップクリームとココアとバニラアイスが混ざったカロリーたっぷり食事でございます。ここでニューカレドニアを訪れるんでしたら覚えておいた方がいいフランス語を一つお伝えいたします。それはトゥアレ、まあ、トイレという意味です。こちらほとんど英語が通じないところもあるので覚えておいた方がいいでしょう。昼ご飯も食べてお腹いっぱいになったところ、今度はバスに乗ってヌメアの中心地へ向かいます。おっと、お見せできない情報がたくさんありますので、マル秘マークをつけさせていただきます。300だよね。さあ、お札を抱えて改札に入る。まあここまでは日本と変わりませんね。かっこいいですね。車内の BGM を活かしております。ただ少し仕事が遅いんですかね。まだまだかかります。おお、やっとチケットゲットしました。さあ、ここで乗れるかと思いきや乗れません。ピをしなきゃならないんですね。500メルシー。釣りをゲットして乗り込みます。乗りいいな。車窓からはすごく綺麗な景色が映っております。バス、右側通行なんで左手に海が広がってるんですけど、とっても綺麗なんで意外と苦にならないです。初乗り300円、値段は変わらないそうなのでおすすめです。バスから降りたのはいいものの、あまり見どこがありませんでした。その後も映像にするのが難しいものばかりでした。ではここから2019年12月29日の様子を BGM に乗せてお届けいたします。どうぞ。 Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight.というわけで人生初シュノーケリングをしてきました。口からたくさん海水を飲んで今とても気持ち悪いです。その気持ち悪さをビールで流し込もうとしている2019年12月29日でございます。シュノーケリングではこのようにカメが見えました。かなりたくさん
ですごい家を撮ったと思ったらカメラが作動してなくてあんまり撮れてないのがもったいないんですが、来る機会があった方はぜひ潜ってみてください。ただ海水は飲み込んじゃダメですよ。まあ、いきなりボートに乗ったりシュノーケリングしたりビール飲んだり何をしているんだというところなんですけれども、こちらはヌメアからタクシーボートで5分のところにあるカナール島というところで撮影したものになります。意外とシュノーケリング天国でしてすごく楽しめますので、ヌメアに訪れる機会がある際はぜひどうぞ。どうやらヌメアに帰ってきたようです、うん、英語を喋っていますね。コーンを選んでいます。これはアイスクリーム屋か、うん、英語喋れてますね。アモリーノって店です。 What did you have? ヨーグルト、ピスタチオ。というわけでジェラートのお店でした。先ほどお見せしたように大変おしゃれに盛り付けてくれるんですけれども、味も確かです。お、洋楽史あふれていますね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。